はい、ただいま。おはこんばんは、皆さん、どうも、ミッキーです。ミッキーチャンネルへ、ようこそー。はい、今日はですね、今さっき買い物行ってったんですよ。何買ってきたかは、いろいろ買ってきたんだけども、今日は何するかっていうと、まあ、近況報告みたいな動画わかんない。そういう適当な動画よ、ゆるい動画よ、今日。いろいろなことが盛りだくさんの動画なんですけども、まずこれ。こちら、じゃじゃん。はい。いつから今月ぐらいから始まったのかな、スタバが、今、スターバックスっていう、スターバックスコーヒーっていう名で、こっちの方が可愛いかな、はい。なんか、レトロのね、雰囲気で、なんか今やってるのよ。わざわざなんでこれ買ってきたかっていうと、こっち持って帰ってくるのマジ大変だったんですけど、いきますよ。もう知ってるよね、これね。じゃじゃーん、これわかる？原型がないね、もう。テイクアウトでっつって、テイクアウトしてきたんだけどさ、さすがに溶けるよね。これ何かっていうと、プリンアラモードっていうのが出たの。っていうのでさ、これ飲みたいじゃん。でね、ミッキーめっちゃプリン好きっていうことで、あー飲みたいなーと思ってて、で、行ったらあったから、買ったよね。本日はですね、これ飲みながら、近況報告していこうかな、みたいな動画です。はい。で、サクランボ乗ってんのやばくない？いただきます。プリンアラモード。プリン飲んでるね、これ。ほんとプリンガーやってこうやって飲んでるみたい。甘い。激甘。ただね、めっちゃ美味しい。おぉ。なんかいっぱい入ってんだよね。はい。ってことでね、まあ、これ飲みながらちょっと先に近況報告っぽいことをやろうか。まずね、最近読んでる本。隅の夜さんの最新作、麦元散歩の好きなもの。読み始めました。最高です。面白いです。まだ全然2章ぐらいしか読んでないんだけど、ゆったりこれ読んでいこうかなと思って。で、もう一個近況。今撮影日、5月23日なんですけども、イベントまであと4日。ということで、緊張してます。まあ、この動画多分ね、それ終わった頃に出てるのよ。あんまこんな緊張してないんだけどさ、いつも自分のイベントだと。やっぱこう、ちょっと違うからね、ステージとかさ、やっぱ違うよねっていうので、まあ、これもすごいいい経験させていただいてるなと思うんですけども、そのね、イベントで、お渡しする、入場者特典かな？こちら。はい、ブロマイド。そう。これ、サイン付きで多分、やるんだけども、チームてるてる坊主がいる。これ、ブロマイドなんですけども、まあ、これがね、いっぱいこうあるんですけど、まあ、これに多分、サインを書くんじゃないかなと、私は思ってます。動画で言ってないのはこれかな？生放送でやった。まあ、多分ね、物販でね、ネットで買えるようになると思うんですよ。多分だけど、わかんないけど。もしね、イベント来なくても気になってた方は、これ買ってみてください。ミッキーてるてる坊主と、ミッキー実写の缶バッジです。まあ、気になった方、ぜひ調べてみてください。そんな感じかな、近況は。でよ、買い物したものちょっと見せようか。こちら、久々に行ってきましたよ、自由。今回は、ズームのね、イベントで着てく服を買った。もう一式かな。あんま私こう、まあ、イベントの時とかもそうだし、あとはこう、じゃあなんか、お仕事なんだろう。例えばテレビ出ますよとか、じゃあ雑誌出ますよとか、そういう、なんかこう、普段と違う時とかって、その日のために服を買おうとはしないのね。これなんでかっていうと、私緊張しちゃうから、それで、さらに。ただ今回は、イベントのことなんだけど、まず服が欲しかったから、みたいな感じで、ちょっとごっちゃにして買った。まず、はい、これズボンです。白のズボン買いました。中に紐入ってるタイプいいよね。これ可愛くない？ここが。爪ぐらいまでの丈なんだけど、ストライプになっててさ、あ、可愛いと思ってこれ買った。で、もう夏だからね、爽やかに行こうということで、いろいろ考えたんですけども、こちら。はい、見てください。初めて買ったよ、こんな色。これね、見てたんでね、ずっとね、ベビーウェイトビッグティーでございます。半袖。これ白もあって、白を買おうと思ってたんだけど、最初。なんかね、下が白だし、合わせた時に、なんかちょっと面白くなかったから、ちょっと色を変更させようと思って、これにした。これと白パンだけでいいんだけども、これも買いました。じゃあ、もうハンガーかけたんだけど、これはね、大好き、オープンカラーシャツの半袖でございます。やっと半袖バージョン買った。値段変わってくるから買ってなかったんだけど、まあ、いっかと思って。でね、他の色も可愛かったりとか、アロハシャツがもう出てて、うわ、いいなと思ったんだけど、とりあえずこれだけ買おうと思って。まあ、組み合わせいろいろ自由だと思うんでね。はい、これも買いました。やっぱいいね。んで、あとは、まあ、服というよりも小物的な。はい、これ。ベスト。
セールになってて590円だったの。赤にしてみた。でね、この白パンに合わせても可愛いなと思う。で、最後、靴下です。黄色を入れたかったんだけど、服に。黄色のものがなかったから、で、靴も黄色はなかったからさ、と思って、じゃあ靴下で行こうと思って、靴下これ買いました。はい。ということで、自由そんな感じでございます。はい。じゃあ次。はい。無印です。まず、食べ物多いな。食べ物多いじゃん。食べ物前に行くね、一個。はい、これ。じゃじゃん。これ、うちの妹が使ってたから買ったんだけど、チェックリストっていう資格があって、ここになんかあるじゃん、枠が。例えば、じゃあなんか今日、ゴミ出しするって書いて。で、あとはなんだろう。誰々に何かを連絡とか、こう忘れたくないものとかあるじゃん。ちょっと忘れがちだから、これ買おうと思って買った。で、あと全部食品です。まず、これ、韓国の、YouTuber の方が、まあ、Vlog で、それをたまたま見たんだけども、その時に、無印で大量買いしてて、で、綿飴をめっちゃ買ってて、で、その綿飴がすごい食べたくなって、無印のね、買った。同じの買った。で、次、お菓子系もう一個。なんか気になって買いました。無印のマスカットのグミです。果汁 100%。で、こちら、じゃじゃーん。なんか安くなってたやつでね、ちょっと美味しそうだなと思ったんで、今回これ買いました。トマトのキーマカレー。前普通のキーマカレー食べたんだけど、多分動画外で。美味しかったんだけど、辛かったんだよね。で、ここに辛さレベルが書いてあって、それがね、真ん中だったの。だから結構辛めなんだけど、このトマトのキーマカレーは、バターチキンカレーとかと同じ辛さだから、あ、いいかなと思ってちょっと買ってみた。多分動画外で食べます。で、もう一個。これね、美味しかったんですよ、本当に。先月のお気に入りで多分紹介したね。ゴロゴロ野菜と豚ひき肉の大盛りカレーって、これ、これマジ本当に美味しいから。家で作ったカレーみたいな感じ。うん、あとは私が思ったのは、ディズニーのカレーが大好きなクマカレーが、それにも似てる。本当にゴロゴロ入ってるから。この写真はイメージですみたいな、そういう感じじゃないからね。マジでジャガイモとか本当にやばいから。以上ですかね。飲み終わった。はい、ということでですね、本日はまあスタバのね、プリンアラモードを飲みながら、前、ちょっと買ったものとか、近況報告的なのをしたというところでございました。ということで、最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、アラーム設定、この動画の評価よろしくお願いします。このメインチャンネル以外にも、ラブライブやゆるい動画を上げている、ミッキーアフタースクール、ゲーム専門チャンネルのミッキープレイルーム、ラジオ専門チャンネルのミッキーさんのラジオ部屋、ミッキーのツイッター、インスタ、公式グッズ、すべてのリンク動画概要欄に載ってるので、そこからぜひぜひ覗いてみてください。それでは次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビー。いい買い物でした。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。